ボンヌ・ダルマニャックは、百年戦争期のフランスの貴族女性、オルレアン公爵夫人。アルマニャック博ベルナール七世の娘で、オルレアン公、シャルルの二番目の妻。アルマニャック博とその妻で、ベリー公、ジャンの娘であるボンヌの間の長女として生まれた。1410年8月15日にシャルルと結婚した。夫は、 最初の妻イザベル王女と1409年に死別しており、この結婚は再婚だった。この結婚はアルマニャック派とオルデアン公爵家を結びつけただけでなく、アルマニャック派が若いシャルルとその母バランティーヌの被護者となることを意味していた。これ以後、フランス国内におけるハンブルゴーニ派勢力が1435年の アラスの和訳締結までにアルマニアック派として一本化される流れが形成された。1415年に夫シャルルがアジャンクールの戦いでイングランド側の取りなるまでに、ボンヌは夫の後継ぎを生むことができなかった。ボンヌは夫が解放されるのを見ないまま、1430年から1435年の間に死去した。夫シャルルは解放後、 マリード・クレーブを5歳に迎えた。ありがとうございます。